ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイイエーイ。スティックコントロールシリーズ今回7回目なんですが、今回紹介したいのはチェンジアップダウンというですね、基礎練習についてですね、少し練習してみたいと思います。かつですね、これを練習しながらラテンのフレーズにつながるようなチェンジアップダウン、こういうのもね少し練習してみたいと思います。イエーイイエーイ。それでは早速、このチェンジアップダウンとは何ですかというね、方もいらっしゃると思います。吹奏楽の経験者や、ドラムをやってますという方はですね、いやもうそんな練習してきたよというね、方もいらっしゃると思います。ここではですね、本当にスティックを初めて握った方、これからどう練習してればいいんだろうという方もですね、対象にしておりますので、ね、ちょっと説明をしてみたいと思います。このように今回チェンジアップの音符を書きました。四分音符、八分音符、一拍三連、十六分音符、一拍六連と書いたんですね。これは音の数が増えています。まあリズムが多くなっているっていうんですかね。多くなる、少なくなる。チェンジアップダウンはね、アップはすごく増やしていく。ダウンは少なくするというような、ね、練習方法なんですね。まあ一応ちょっと少し、メトロノームと、まあ、練習したいんですが、今回口で少し説明してみますので。まず、ワン、ツー、スリー、フォー。ここがまず核となるテンポです。ワン、ツー、スリー、フォー。ここが重要でございますね。ね、いろんな曲弾いてるときに皆さんがイエーイってこう乗ってるとき、だいたいデン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 。なんかこうイエーイって乗ってるとき、ちょっと足が動いてるとき、体が動いてるときっていうのは、まあおそらくは、乗り方にもよりますが、四分音符なんじゃないかとね、思うんですが、ダン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 。それをスティックで、ワン、ツー、スリー、フォーというふうに、右、左、右、左で練習します。それに、のテンポに続いて、2段目は8分音符とあります。これは枝分かれしたと言いますか、1小節の中に4つですから4分音符、次は1小節の中に8個入ります。ですからこれが4分音符が2個に枝分かれしました。ですから1,2,3,4 タタ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  1,2,3,4 モモモモモモに変わるんですね。 1,2,3,4ワン、ツー、スリー、フォー。同じ具合に今度は一拍三連。三段目は三連です。今度は奇数ですので少しとっつきづらいとは思いますが、ラテン音楽においてはとても逃げられない音符ですから、少しね、これもしっかり練習したいんですが、三連は奇数ですので、右、左、右、左と、テンポを通過しています。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー。リズム、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 ワン、ツー、スリー、フォー。奇数ですからね。4段目、16分音符とあります。これは、ダダ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 、オレンジ、オレンジね。オレンジ、オレンジ、ワン、ツー、スリー、フォーに対して、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。一番最後の方にですね、一拍六連、今度6個入れますのでだいぶ忙しいんです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。タパタタパタ、タパタタパタ、こんな感じ。タパタタパタね。3つ3つで6連ですから、タパタタパタね。タパタタパタ、タパタタパタ、ワン、ツー、スリー、タパタタパタ。ちょっとね、忙しいですよね。こういったチェンジアップダウンを、練習していきます。今度、ここまで行きましたら、今度、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。このように、少なくなる、多くなるというのをね、練習してみたいです。ちなみにこのチェンジアップダウンはですね、ね、ここの途中であります、一拍五連とかね、五連符とか、7連符とかですね、さらに32分音符という、ものすごい、さらにもっともっと細かい音符をですね、練習されている方もいると思いますが、やはりここがまず基礎といいますかですね、特にラテン音楽においては、とりあえずここのね、部分を押さえておくだけでも十分楽しめる演奏がね、できますので、ね、
ちょっとこのチェンジアップについてですね、まず練習していきましょう。イエイ。イエイ。それでは具体的に、メトロノーム君とですね、ちょっとこう、合奏しながら、一緒にね、ちょっとこのチェンジアップダウンをやってみたいと思います。一応ここに60からどうでしょうかというね、一応あれも、書いてありますが、一応ここではですね、今回80で出してみますね。80というテンポ。ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。ここを80にします。で、練習の方法としては、右からスタートしますので、まずはですね、右、左、右、左、2段目、右、もう3段目、16、6連、16、16です。3連、8分。また四分に戻りました。ピッ、ピッ、ピッ。ピッピッピッパ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 ッ。右からスタートしましたんで、ね、余裕がある方は左からスタートするというね、こともやってみてもいいと思います。これ今80ですが、ね、これを早くしたり遅くしたり、ちょっとね、6連とかが早くて難しいですよというね、方はですね、70、60、ゆっくりからですね、こう、メトロノームくんと合奏すると。ポイントとしましては、メトロノームくんに今合わせますが、先ほどこれ、メトロノームなしで口で歌ったように、まず自分でもテンポを歌えるようにですね、ワン、ツーとこう自分でこうテンポを出しながら、メトロノームくんと一緒に合奏します。ですから、メトロノームくんがいなくなっちゃっても、自分でしっかり、こうね、リズムを出せるようにね、なれると思うんですね。ぜひやってみてください。イエーイ。チェンジアップダウンなんですが、ラテン音楽で、ですね、登場する、ルンバクラーベというのをですね、別のファイルで紹介しているんです。ルンバクラーベはですね、パオ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 パーというように、このようにワンクラーベと言いますか、スリーツーのワンクラーベ、この一小節に収まるようなね、数え方で演奏しますと、例えばこのテンポですと、パオ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 、これね、ちょっと話しておりますけども、これ通常のスティック音ですね。でね、ちょっとこう、表紙儀のとこで、クラベスで紹介してるんですが、ちょっと空洞を作りましてね、空洞を、スティックを掴むときに空洞を、ここに空洞を作りますと、表紙儀のように、クラベスのように、これ、ね、これ普通の通常の、ね、通常のスティック音。空洞を作ると、運動す、運動ストレス。スリーツールンバクラベ。トゥー、スリー、フォー。運動す、運動ストレス。一、二、一、二、三。一、二、一、二、三。一、二、パウパウパ。パウパウ、パウパウパ。ぜひ、ルンバクラベ。ルンバクラベを歌いながら、このチェンジアップダウンをしてみましょう。ね。ちょっとそういった、のもまたね、一つ、ラテンなチェンジアップ。ね、これのテンポですよ。パオ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 
パオ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 パ、はい。必ずしもこれができなきゃいけないということではないと思いますが、ルンバクラーベをね、常にこうなんかこう思い浮かべながら、このパルスが出た瞬間に、カー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 、あ、テンポだな。8部だな。パウパウパ、パウパ、3連だな。この一拍六連の時はですね、アクセントを少しつけるだけで、実はこのアフロクラーベの時にちょっと紹介しましたが、このカータウ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 というですね、カオ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 、1、2、3、4、パオ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 、このようにですね、6連符ですが、アクセントをね入れるとアフロクラベ、ね、にもなるというですね、非常にこうラテンのねリズムにもねすごく近づくチェンジアップですね。イエーイ。チェンジアップなんですが、今頭あり何を言ってるかと言いますと、頭の拍ピッ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 、これをね、まあ頭の拍というふうに考えるならば、裏の音符はパパフパフパでございました。ワンツー、これが表に対して裏はワンツースリーフォー。じゃあ一拍三でも頭を抜いてみましょう。ふぱた、ふかた、ふたた、ふかた。16番、ふかたか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 。一拍六番、ふかたか、ふかた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 かたか。ね。ピッ、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 ピッ。ちょっと6連難しいぞという方は、ここまででも十分だと思います。要はピッっていうね音符、メトロノーム君と一緒にやってもいいですが、ワン、ツー、スリー、フォーはこれは頭ですから、逆にお休みになりますよね。ね、お休み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 、パッ、アン、アン、アン、このようにですね、これも、こんなことをやってるチェンジアップ練習してる人いないかもしれませんが、頭を抜くというフレーズ、これね、非常にラテンではよく出てきます。ふぱた、ふぱたとかね、ふかた、ふかた、ふか、ふたと、ふとたとかね、ふたた、ふたた、ふたたたた、ふかたた、ふかたた、ふかたか、ふかたか、ふか、ふかたか、ふかたか、ね、ラテンなフレーズにつながりますので、頭を抜いたチェンジアップダウン、ね、こういうのもぜひね挑戦してみてください。イエーイ。今回のスティックコントロールはチェンジアップダウンですね、紹介しました、ね、少しルンバクラベとね一緒にやるチェンジアップダウンであったり、頭を抜く、チェンジアップダウンというのをね少し紹介してみました。ぜひですね、私もよくやっております。ウォーミングアップね、すごく基礎練習ですから、とても重要だと思います。ぜひね続けていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいねボタン押していただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミザリートでした。イエーイイエーイ。Thank you.